任天堂スイッチに登場、新三国無双セブンウィズ猛将伝デラックス。これまでに配信されたダウンロードコンテンツを多数収録、もちろんお裾分けプレイも楽しめる。正式に炎家の将とならぬか、ここで終わるの。父上、ここで決めてやろう。容赦はしない。多彩なゲームモードをはじめやり込み度満点。見せてやる。任天堂スイッチ版12月27日発売。